よし、島の部分にやってきたぞ。おお、なんだこれ。え、待って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 。今飛んでいかなかった。なんや今の。よし、ようやく着いたか。島に着きましたね。さあ、ここの御島ではどういった方がおられるんでしょうか。っていうわけで、早速挨拶をしていこうと思いきや、これはなんだ？プレゼントがあるね。え？ソパカはなんかすごいことになってるけど、これ大丈夫？大丈夫かこれ。お前さ、これ悪魔くんみたいになってるぞ。明らかにおかしいじゃん。っていうかさ、人じゃないし、まず。プレゼントあるんやけど、これ誰に向けてのプレゼントだね。よう、プレゼントだね。メダル0枚。おかしいだろ。お前さ、改造島じゃん、これ絶対。おかしいやん、もう明らかに。何これ。よし、島の部分にやってきたぞ。おお、なんだこれ。え、待って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 。今飛んでいかなかった。なんや今の。そしてこちらには明らかに改造したであろう無限フルーツたちが転がっていると。もうええわこれ。もう行くわ、帰りまーす。あれ、なんやこれ。帰る前にちょっと、これはレンタル網、もう意味わからん、しょうもね。なぜか真ん中に村にあるであろう木があるんだけど。さあ帰るとすっか。滞在時間1分でした。帰ります。帰るか帰るか。多分ね、これ動画化すると思いますので、ぜひね、この動画を見られた方、御島で改造をやめろ、マジでしょうもねえから。挨拶して帰るわ。まあ二度と会わないと思うがな。とりあえず村に帰りたいと思います。多分これ動画化するので言っときますけど、まあ、飛び盛り動画をね、最近はよく上げていて、御島生放送もしておりますので、もしよければ、この機会にチャンネル登録をして、ぜひね、暇な時にでも飛び盛り動画を見ていただければ非常に嬉しいです。ではでは、お疲れ様でした。じゃあね、バイバーイ。